皆さんこんにちは。お家でできる理科実験工作をご紹介します。先生は住友化学愛媛社友会の濱田さんです。濱田さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、今日は何をご紹介いただきますか？今日はですね、はい、カタカタキツツキを作ります。カタカタキツツキ、はい、なんか面白そうですね。そうですね、ちょっと見た目は面白いですね。はい、ではぜひよろしくお願いします。はい、そうしたら材料の紹介をします。直径が6ミリから10ミリくらいの丸棒ですね。長さが45センチ、それを1本と台に使う板1枚で、針金太さが、0コンマ5ミリから1ミリぐらいの太さのもの、長さが 20センチ程度、画鋲1個、あとはキツツキの絵、厚紙ですね。材料がこれだけです。道具がハサミ、セロテープ、接着剤、ペンチ、紙、まあレシートを利用してもらっても結構です。糊、これだけですね。そしたら丸棒にレシートを巻いてテープで留めてください。その巻いた紙のところに針金を6回くらい巻いてください。巻いた針金と紙を丸棒から抜いてください。そしたら丸棒にですね、そのスプリングを差し込んでやって立てて落ちる度合いを見てください。落ちにくかったらですね、ちょっと緩めに巻いてください。巻き数を減らしたり、そうしたらその丸棒をですね、先端にですねピンをつけてもらえますか。接着剤で、ピンでつきにくかったら直接接着剤を台木につけてもらっても結構です。厚紙にですね、キツツキの絵を貼り付けて切り取ってください。2つに折り曲げてからキツツキに沿って、切り取ってください。切り取ったキツツキに針金を貼り付けてください。そして折り曲げてください。そしたら丸棒の上から針金をの輪を入れてください。落ちにくかったらちょっと調整をしてください。緩めるなり、カタカタキツツキ完成しました。このね、落ち方がまた可愛いんですよね。そうですね、ゆっくり降りるのがいいですね。そうですね、でもこういうのをいくつか作ってこう競争するのも面白いかもしれないですね。そうですね、早かったらストンと落ちますけどね。はい、でもキツツキらしさは確かにスピードだけではないですね。そうですね、
で、なんと立派な木を持ってきていただきましたが、これは木ではないんですかね。そうですね、白樺の木ですね、はい、白樺ですか、はい、ちょっとこうあの作ったような白樺の、そうですね、ちょっと作っていただいたんです。これ紙を貼って木に見立てているということなんですけれども、この大きなキツツキもぜひちょっと動きを、はい、お願いします。この動きはいいですね。キツツキ感が本当に出てます。カタカタキツツキっていう感じなんですけれども、わ、これはいいですね。そうですね、これにですね、はい、あのラップの芯を入れてですね、はい、でこう同じようにしていけるわけですね。白樺を作って、そうそうそう、はい、キツツキを落として、え、皆さんもぜひカタカタキツツキ作ってみてください。浜田さん、今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。それではさようなら。